なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたのは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが鉢合わせする。うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。行っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。ま、いいでしょう。チリの一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが。ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せば、ドラゴンボールも消えてなくなるぞ。頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですが、あなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒！ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。
それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らを始末して、俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。クリリンさん、あそこ奴らの宇宙船だな。ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った七つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしていやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃ、お父さんはやられたの。え、悟空、ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ。ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。それに、なんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。うん、お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長ギニュー様だ。あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。
ベジータ、貴様、いつの間に。早速この体のパワーを試させてもらうぞ。バカな。したんだ。この感じはお父さんだ。お父さん、元の体に戻ったんだ。くそ。今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今奴にベジータの体を手に入れさせたら、おしめだ。いただくぞ、その体を。はっ、これだ。チェンジ。ゲロ。
どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？あいつか。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。おのれ、願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療している間に最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。フリーザにだけは会わないようにしないと。誰かが飛んでる。この木はやっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん、どうしてここに。ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語。それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。到着。ベジータはどうだ。あ、
眠ってますよ。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え、フリーザだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ、光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え、そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロだ。ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いで、この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリゴ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポ。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモパラ、アッコロル、ステノニピロ、
ピッコロル曲げかタマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜソラが、この星に夜はないはず。なんだあの化け物は。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。どう？貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールが あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか。どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私を
ここまでコケにしたおバカさんたちは許さん、絶対に許さんぞ虫けらども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる、一人たりとも逃がさんぞ、覚悟しろ。そんな難敵だ、勝てるわけないぜ。当たり前だ、たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる、俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ、パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ、そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザー、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ、こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ、戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？ばっ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ！さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！クリリンさん！よくもクリリンさんを！あいつを助ける気だ、無駄だ、すぐ死ぬ。おっと、すまんすまん、やはりドーンのパワーを
で、クリリンさん。そんな心配をしてる暇はないで。このガキ、逆上して理性を失うとここまでパワーが引き出せるのか。ただのチビではないようだな。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ。私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力はよく分かったつもりだ。今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。人格はお前のものだ。いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。まさかこんなことが。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞご飯。この力があれば勝てる。どんなやつであろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。